こんにちは。今日から始める安心お得着物、着物楽庵こだまです。今日はうちでも非常にこう人気の高い、証券の記事で、洗える、押し立て上げたまま洗える、長襦袢で、おなじみの、浅見さんの、男の襦袢の、新柄が少し、入ってきましたので、今ある他のこう在庫とともに、男物はこんな感じのものがあるよということで、ちょっとお話をしてみたいというふうに思います。で、今ここに色々あるんですけど、ちょっと下に、広げていきたいと思いますので、まずは型染めの衣風という、まあ、もので、色が今のこのブルーとグレーと、2色あります。それからこれもちょっと新しい、もので、こんな感じのちょっと自然に、染料をしましたような、市松状のもの、それから、稲瀬といって、まあこうした感じの、横の透け引きですね。で、今見ていただいている色が、新入荷のものなんですけど、以前からあるものだとこうした、落ち着いた茶のもの、それからまあこんな感じの、グレーっていうんですかね、のもの、それから、まあ、こうした感じの縦の、しま目、それから染め分けをした、まあ、こんな感じの、雨水というもので、これもなかなか人気がある。で、もうちょっと色目として、落ち着いた感じのもの、まあこんなところに、あとは、人絵用の、まあ、王城府に染めたこうした湿気引きや、
七条符に染めた、まあこういうね、追い風という、でこちらのものは今見ていただいてるちょっとグリーンがかったものと、こんな感じの、グレーのもので、七条符は割とこうサラッとして気持ちいいので、一重袖で、ね、年間あの使われる方もいらっしゃいますし、まあ、ちゃんとこだわって、袖を無双にしてっていう方もいらっしゃいます。で、実際これはまあ12メーター弱ぐらいで折ってますので、実際無双袖にする場合は、袖打ちの生地をうちの方で、同じ七条符で、出して、当てるようにしてます。もう今ではうちでまあ留め袖用に使う白い襦袢とか、振り袖用の襦袢を除いては、まあ圧倒的にこの浅見さんのあらゆる証券の長襦袢っていうのは人気が高く、男性の人でも女性の方でも、やっぱり実際にこう直接素肌に触れるものなんで、洗えるっていうのはとてもこう、ね、あの気持ちがよく過ごせますので、非常にこう評判がいいです。で実際、着物の息洗いで、ドライと水と併用して、洗ったものより、やっぱり水だけで洗った方が、通気性もいいですし、着心地が変わらないので、もう今はもう圧倒的にこちらの、お襦袢の方が、うちではよく出てるという状況です。まあうちの場合は、まあ、オリジナルであらゆる、証券の表地の着物もやってますけれども、やっぱり自分で手入れができるっていうことは非常にこう楽ですし、不安がなく、着物を着ることができ、で着物を着る回数が増えるということで、やっぱりあの洗いたいという需要は非常に多いものなので、特に長襦袢に関しては、今はもう圧倒的にうちでは、まあ、こちらの、お襦袢がよく出ますので、せっかくだったら、まあなかなか男性もね一同に、会して、ご紹介することが、なかったものなので、今回新柄が、染め上がってきたと同時に、せっかくだったらちょっといろいろな、うちの手持ちの在庫も含め、ご紹介をしたらというふうに思いまして、本日は動画を撮らさせていただきました。ということで、本日は押し立て上げたままお家で、洗濯できる、それも洗濯機で、洗濯できる、洗える証券長襦袢の、ご紹介ということで、無双、冬場中心の無双のものと、一重用の、ものと、合わせて、紹介をさせていただきました。まあうちではね、暫時こう出ていくので、やっぱりこう、まあ、いつもこの、まあ、バラエティということではなくて、実際に、売れていってしまうことも多いですし、今正直言って、
人栄養がちょっと、少ないかなという感じなので、また染め出しをしてますので、また新しいものが上がってきましたら、ご紹介をしたいと思います。ということで、本日は、押し立て上げたままお家で、洗濯機でジャブジャブ洗える洗える証券の男物の長襦袢ということについてお話をさせていただきました。ということで本日も以上、ありがとうございました。